トールポピーは日本の競争馬主なカチクラは2007年の阪神ジュベナイルフィリーズ、2008年の優秀に品馬場名は直訳すると背が高いひなげしの花という意味でオーストラリアでは高額所得者、成功者の意味でも使用される語である。キャロットクラブの2006年度募集では一口7万円の総額2800万円だった。 一時募集で満口抽選となったが、9月8日、時点で馬体重 444kg だったものが、出資締め切り後の9月29日に 477kg と3週間で大幅に増加していたということがあった。入球前に2007年6月16日の阪神競馬場開幕週の新馬戦でデビューするプランもあった。7月8日に、 阪神競馬場で行われた2歳新馬戦でデビューを迎え、単勝3.2倍の2番人気に支持された。しかし、レースではスタートで出遅れた影響もあり2着だった。なお、このレースには、後のサツキ賞優勝馬、キャプテントゥーレ、新山記念優勝馬、ドリームシグナル、宝塚記念優勝馬、アーネストリーも出走していた。レース後は7月12日にグリーンウッドへ放牧に、 出された。その後山本トレーニングセンターを経て、札幌競馬場へ移動した。しかし、札幌ではレースに出走せず、10月上旬に立党駅級した。第2戦は10月20日に、京都競馬場で行われた2歳未勝利戦に出走し、一番人気で、花さの一着となり初勝利を挙げる。なお10月26日に、翌年のクラシック第1回登録が締め切られ、 ご競争すべてに登録した。続く、後期菊章では2番人気に支持され、最後の直線で行ったには先頭に立つものの、山人キングリーに首逆はされ2着だった。そして、初の重賞及び J プニー挑戦となった第59回半身、ジュベナイルフィリーズに出走登録を行ったが一勝馬のため、抽選対象となり、16頭中6頭の出走と、 なる抽選を突破し、出走に至った。レースでは、オディール、エイムアットビップに続く3番人気で、オディール、エイムアットビップ、レイブダムールを抑えて、首差で1着となり、重賞及びジェープニー初勝利を挙げた。1勝した後に、高苦賞2着を経て、阪神ジュベナイルフィリーズに、勝利するのは、前年の優勝馬である、同じ旧車のウォッカと同じローテーションである。 レース後は、放牧に出された。これらの活躍が評価され、2007年度の JRA 賞最優秀2歳品馬に選出された。2008年は、チューリップ賞から指導するが、逃げるエアパスカルを買わせず2着に敗れた。その後の大賀賞では一番人気に支持されるが、レース当日の馬体重はマイナス10キロと大きく、減っていた。レース本番は、 後方から進めるも伸びあぐね差し届かず発着だった。レース後、各巨長教師は、プラス体重で出られると思っていたのに、10キロ減っていた。失敗ですと調整失敗だったことを語った。そして、巻き返しを図った、優秀品馬。レースでは、中断待機策を取り、最後の直線走路で強引に中をこじ開けるように、内側に切り込み、エフティマヤ、 レジネッタの追走を振り切り一着でゴールイン。ジェープニーレース二勝目を飾った。優秀品後はアメリカンオークスへ出走するために、立東トレーニングセンターの検益馬房に入球したものの、疲れが抜け切らないため遠征を断念し、ノーザンファームへ放牧に出された。放牧明けはローズステークスに出走し、レジネッタに次ぐ二番人気に支持されたが、六着に敗れた。 そして迎えた、本番、週刊賞では、レジネッタなどを抑えて一番人気に支持されたが、直線で伸びず10着に敗れた。自走には、エリザベス女王杯が予定されていたが、レース当たり週の11月12日に微出血を発症し、出走を回避することになった。2009年の初戦は3月15日の中山品馬ステークス。三番人気に支持されたが、 プラス14キロの馬体重が影響し、見せ場なく10着に終わった。その後、放牧を挟んで10月18日の、不中品場ステークスに出走したが見せ場なく12着と、大敗した。続く12月6日のターコイズステークスでも見せ場なく12着と、大敗した。続く12月19日の愛知杯では、中段追走も失速し16着と惨敗した。 2010年は4月10日の阪神品場ステークスに出走。広報待機も全く伸びず、17着と惨敗。翌11日に引退が発表された。引退後は農ンファームで繁殖品場となった。初年度から2年続けて、キングカメハメハの子を出産したが、2012年6月22日、少年店のため、つなぎよう先の農ンファームにて死亡した。 最後の直線走路で遠馬のいった車高が審議の対象となり、到着にはならなかったものの、安状の池添えは、継続的かつ修正動作のない危険な機場により、開催日2日間の機場停止となった。近年の中央競馬における GIQ レースの勝ち馬で着順は変更されず機種が機場停止になった例は、ミスター CB が優勝した日本ダービーと シンボリルドルフが優勝したサツキ賞などしか例がない。この二つのレースは、硬着制度が存在しなかった時期に行われたものであり、硬着制度が導入されてからは、トールポピーが優勝したオークスが初のケースとなった。この採決が灰色の決着となったことで、各所で議論が湧き上がることとなった。2010年に 3K スポーツが、 JRA に行ったインタビューにおいて、回答した、JRA 審判部の部長補佐は、この競争について、この時の映像は、採決委員の国際会議でも上映しましたが、米、普通の担当者も、着順を変更しないだろうという意見でしたと述べている。全員兄に東京スポーツ杯2歳ステークスと、共同通信杯を連勝し、サツ賞で三着に入った、ふさ地方王。 全妹に集荷賞を買ったアベンチュラがいる。ありがとうございます。